人を殺してもなお手にしたいだけの美しさがございます。美は私が決めること。私の選んだ品に伝説が生まれます。こやつよほどの大悪人よ。我が心が手に取るように見えるか。そなたの美に対する執念、まさしく茶人と言ってよかろう。ようやくできたのでございますな、あなた様の思い描くお茶碗が。その鋭さもほどほどにせよ、利を休め利休と。利休に尋ねよ。